俺の人生終わったな。終わった。終了のお知らせです。終了ですね。いや、冗談抜きで。終わりっすね。本当終わった。PMZ だ。ゲームセットというか、一からだな。ニータソンに課金してしまったからゲームセット。いや、それは関係ないよ。ミータスはまあ、年が離れた仲いい人だよ。詳細？詳細か。裁判でゲームセットにならないでしょ。夫婦喧嘩しか閲覧取れない光はワコン。どうでもいいだろ。金があれば OK。俺、ふわっちやめようかな。冗談抜きで。なんかさ、まあ、正直なところなんだけど、ふわっちで、だんだんとなんだけどさ、お金を持つことによって、だんだん俺は不幸になってるような気がする。なんか、金ねえ時の方が全然なんか心にゆとりもあったし、全然なんか幸せだったような気がするけど、金を持てば持てでいろんなもん使えるし、買えるし、なんかあるけど、でもじゃあどうかっつったら、なんか金をどん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 こうやってもう入ってくると、なんかそう思うわ。まあ今ね、これ振り返ってたけど。猫見に来た？いねえだろ。ミータソの影響だろう？その考えになったの。なんで？たまたまいろいろ重なっただけ。なんかふわっちゃって変わった？どう変わったと思う？心に余裕できるだろう、金あれば。そうなのかな。住まいの件、何住まいって。俺の住んでるところ。金があっても不幸な人はいてはるとか、金がない方が幸せなこともあるよってミイタスが配信で最近言ってた。あ、そうなんだ。全然知らなかった。ごめん、聞いてなかった。昔の俺の方が魅力があった。まあ面白みというか、65いらっしゃい、61いらっしゃい。
なんだろうな、詳しくはみんなには話せないんだけど、詳しくはね、みんなには話せないというか、まあ話せないんだけど、話せない、話さないんだけど、なんだろうな、疲れちった。キャスも厳しくなって、こっちに配信者来てるね。なんだろう。時間が止まったよね。時間が止まった。悪い状態で時間が止まったよ。本当に。まあ、また悪い状態で時間は動くわけだけど、悪い状態で時間が止まった、本当に。ペンギンならムカケイちゃんもコメントしやすいし、別にここにこのふわっちにおいて課金してる人間はコメントしやすくて、無課金の人間はコメントはしにくい。そんなこと思ってる人いないでしょ。国税庁、何？国税がついに動いちゃった。俺来年だぞ。所得税。コメントする側は思いますよ。それは26号だけじゃない。劣等感なんだよ、それ。26号ただだったら26号はこのふわっちに来るべきじゃないんじゃない。多分ふわっちに来なければいい。だってキャストとかは別にさ、ニコ生でいいじゃん。そんなにさ、アイテム投げなきゃ劣等感があるよ。それ別にふわっち使わなければいいだけど、問題解決。疲れちったマジで。なんかさ、ここ最近ずっとなんだけどさ、まあ今月に入ってからかな、今月に入ってからちょっといろいろもの、僕のね、ちょっと詳しく言えないんだけど、今月に、本当に今月入ってから徳島帰ってきてからなんだよ。徳島帰ってきてから俺の周辺がちょっとざわざわしてきたの。プライベートのことね。全然放送と関係ないんだけど、プライベートのことですごくざわざわしてきて、まあ悩みいろいろ考えてたんだけど、なんだろう。最悪の結果かもな。想定外の結果。想定内。難しいね。86でしょ。なんか持ってきたか。ね、冗談だよね。12号は何つうの。強制退去は言えよ。強制退去じゃないや。
なんで俺が家出てかなくちゃいけない。スプレーでいたずら書きされたから俺が出てくる理由にならない。契約事項で当てはまらないから出せないでしょ。ヤクザ関係に踊らされてる、そんな、あ、脅されてる、それもない、逮捕もない、悪いことしてないから、もう本当悪いことしてないからね。あ、811が、引退する予定、2021年の1月の11日。かまってちゃんのメンヘラ女。ああ、かまってちゃんのメンヘラ女。リスナーがアンチに変わった、別にそんなのどうでもいいわ、別にそんなのどうでもいい。配信飽きたわ、9年やってるんだからこっちはさ、今更っていう話。リアルな話だよ、リアルな話。まあちょっと分かりづらい、ね、分かりづらいっていうか分からないと思うけど、まあリアルな話、お金がない、お金今2万5千円ぐらい手持ちあるけど、別に何スワッチポイントがあるから別にお金もあるよ。なんかいろいろここ数日で物事がちょっと変わったというか、ここ数日ね、なんか、まあ、物事が変わったんだよ。一番嫌な、嫌な可能性が的中したな。一番嫌な可能性が的中した、マジで。一番結果としては招いてはいけない結果を招いてしまったよ。一番。そうじゃないだろうと思ってたけど、まあそうなっちまった。終了です。